まさかの訃報。どれほどの野球ファンが胸を痛めたことか。プロ通算215勝を挙げた日本野球界のレジェンドの村田兆治さんが自宅の火災で命を落とされたのです。その2ヶ月ほど前の逮捕劇は病気が原因だという噂まで出ています。今回の事件の真相や村田さんが最後に言いたかったことは一体何だったのかについてや世間の反応も調べてみました。11月11日午前3時10分ごろ、東京都世田谷区成城の村田さんの自宅の2階で火災が発生し、意識不明の状態で見つかった村田さんは病院に搬送されましたが、午前5時57分死亡が確認されました。一酸化炭素中毒とみられています。不思議なのは、寝室は1階にあったにもかかわらず、2階のリビングの近くにある小部屋の床に部屋着を着て座った状態で見つかったこと。このことで世間ではいろんな憶測が飛ぶことに。当然ですが、この2ヶ月ほど前の空港で逮捕された暴行事件も大きくクローズアップされる事態に。それは9月23日、羽田空港の保安検査場で女性検査員の肩を押したとして暴行容疑で現行犯逮捕された村田さん。また新聞切り抜き用のハサミをスーツケースに入れっぱなしだったのも忘れて急いでいたことも重なって検査員と口論となったそうです。間の悪いことに、当時は安倍元総理の国葬で警備が強化された真っ最中で、たちまち大勢の警察官に取り囲まれ逮捕され、東京空港署での勾留を経て2日後に釈放されたそうです。一体なぜ逮捕にまで至ったのか、村田さんの当時の心境はどうだったのか。釈放後のインタビューで村田さんは、まさかあの行為が暴行になるとは思いもしませんでした。逮捕されたこともショックですが、その容疑が暴行であることに二重のショックを受けています。急いでいたのでちょっとどいてと女性の肩を右手で押して通ろうとしたのですが、結果的に押しのける形になってしまって、現場に居合わせた男性検査員にも部下の教育はどうなっているのかと詰め寄ったこともあってか、たちまち約10人の警察官に囲まれ、ハサミがあるのだから通せないと言われ、その場で手錠をかけられたのだとか。村田さんは女性には逮捕される際、申し訳ないと謝ったけど小さな声だったから聞こえなかったかもしれない、彼女には本当に頭を下げて謝りたい、女性検査員だけでなくファンや仲間にも頭が上がらないと深く後悔していた村田さん。そうまでして急ぎたかったのにはある理由があったのです。それは離島甲子園という活動でした。気になって調べてみると、野球の普及活動の一環として村田さんが引退後の2008年から全国の離島を巡り開催しているもので、対外試合の機会に恵まれない離島の中学生などを対象に開催していた軟式野球大会のこと。今回も元プロ野球選手20人が集うドリームチームの一人として野球教室などのイベント参加で北海道に向かっていた村田さん。離島で暮らしていても野球の才能のある子はいる。生まれた環境に左右されず、その目を花開かせるためにも離島の球児を集めて大会を開催しています。その子供たちには常々、一番大切なのはおじいちゃんやおばあちゃんを喜ばせてあげることだよと説いていた私が、暴行容疑で逮捕されてしまった。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし実はそろそろ離島甲子園から身を退くことも考えていたとも言う村田さん。でも今回の一件でなおさら簡単にはやめられなくなった。あと数年かなとも考えていたけど、
80歳まで続けることができれば、子供たちにも迷惑をかけてしまったので、ここからまたゼロに立ち返って、もう一度一から頑張るつもりです。時を取り直すように語っていたそうです。私は人を殴ったこともない。嘘は言わないよ。ありがたいことに友人たちも、そんなこと、暴行はしないと言ってくれている。とも語っていた村田さんですが、やはり事件後は外で姿を見せることがなく、引きこもった状態だったと言われています。しかし、いくら厳戒態勢であったにせよ、村田さんには逃亡や証拠隠滅の恐れもないのに、逮捕にまで至った要因を推測すると、一つは今春からの改正航空法で、これまで乗客の協力で行われていた保安検査が義務となった違いを意識していなかったという可能性があります。そしてもう一つは、前に立ちはだかったからどかしただけという物言いが日本の刑事司法では容疑の否認とされ、認めている場合に比べて証拠隠滅の恐れがあると認識されやすい傾向があります。見解の違いが残念な結果を生んでしまった、そう言わざるを得ないかもしれません。いずれは自身の見解を何らかの形で世に問いかけたいとも言っていた、その矢先に命を落とされた村田さん。意外な情報も入っていて、その原因はある病気のせいではないかとも言われているそうです。持病があったという村田さん、以前心筋梗塞で入院されていて、このところ急に寒くなったことや、逮捕や拘留などの精神的なストレスで心臓に負担がかかってしまったから突然最後を迎えたのではとも言われています。しかも二人の子供も独立して、奥さんは実家の親の介護のため、ここ15年間は独居だった村田さん、その寂しさや辛さは計り知れません。近年まで現役の頃と遜色ないマサカリ投法と速球で颯爽と始球式を務めていた姿がかぶさって、余計に込み上げてくるものがあります。1983年には右肘を致命的な故障をしてトミー・ジョン手術を受け、1985年には17勝5敗の成績で見事なカムバックを果たした復活劇はドラマにまでなったほど波乱万丈の人生だった村田さんを偲んで、ファンや野球界から多くの言葉が寄せられています。同じロッテで活躍した牛島和彦さんは、今だから話せるのだが、86年オフに中日からロッテにトレードされた時、村田さんから、俺が球団に牛島を取ってくれとお願いしたんだと明かされて息に感じたと言います。ロッテといえばもう一人のレジェンドの落合博満さんは以前こう語っていて、プロの投手の凄さを教えてもらったのは間違いなく村田さんですと、1年目の練習の時に対戦をした2球ともにバットをへし折られたそうです。その2球は三冠王である落合博満さんにとって忘れることができない思い出だと言います。そして世間の反応は、羽田の一件で汚した晩節、迷宮会追放はあるかなどと騒いだマスコミを、もう一度報道の行い方を考えてもらいたい。言葉は時としてその人の人生や人格をも否定する暴力になり得ることを、これまでの功績や人格否定までされてしまって辛かったんじゃないかな。村田兆治さんのおかげで夢、幸せ、勇気をもらった人たちがどれだけいることか。村田兆治さんのダイナミックな投球、妥協を許さない自身に対する厳しさ、ファンや子供たちへの優しさ、村田兆治さんのことは絶対に忘れない。なんで空港って生まれが尊い天皇はろくに検査しないのに、努力と才能でスターになった。身元の明らかな英雄である村田兆治さんには
しつこく金属探知機したの？村田兆治、下空港職員。マジでやめればええのに。そいつ、どんな気持ちなんやろ、今。税関職員女性の精神的ダメージも、相当のものだと思う。思うことは山ほどありますが、あなたはどう思いますか？思い出すのは、村田さんが、いつもサインで書いていた。人生、先発関東。昭和生まれの明治男が残したものは、梅雨ほども欠けることはありません。どうか安らかに。合唱。